そして主あなた様だけに栄光が豊かにありますように、この時間どうぞそのように私たちの心、思い、考え、全てをあなたにお捧げできるようにご祝福してください。今賛美を捧げます。あなただけがお受けくださいますように。主を見上げます。感謝します。期待します。尊き主イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。じゃあ賛美を持って今日も始めていきましょう。あなただけを愛し思う時間が与えられていることを本当に感謝いたします。
りの中であなたを礼拝できるように導いてください。見上げます。Thank you.
今日の礼拝を通してこの場所に新潟市ニューヨークに主の栄光が満ちあふれるように祝福してください。主を宣言します。今日この場所から始まるリバイバルを期待いたします。主を聖霊に臨まれ、本当にここにいる我々一人一人からあなたの栄光がこの地に満ちあふれていくように、この礼拝をさらに祝福してください。あなたの言葉をいただきたいと願っています。今日も力ください。今日も癒してください。今日も解放してください。期待いたします。あなたの御言葉をたくさん食べて栄養を満タンクリスチャンとして世に使わされていくように祝福してください。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。じゃあ使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女に生まれており生まれ、本手を体のもとに移しによって十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより光で生ける者と死んだ者を裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の兄弟、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。じゃあ3人でお教えしましょう。